跳ねるうさぎを折ります。まずこちらを半分に折ります。焼きます。折り目に合わせて折ります。反対側も折ります。向きを変えて、半分に折ります。開きます。折り目に合わせて折ります。反対側も折ります。開きます。こちらの袋を開いて三角に折りたたみます。こちらの角を反対側に倒します。こちらを半分に折ります。こちら1枚めくって、こちら真ん中を開きます。こちらの角の部分は内側に少し入れます。こちらを一度開いて、こちらの辺が真ん中に合うようにずらします。こちらの辺、辺と、折り目を合わせて折ります。反対側も折ります。開きます。こちらの辺に合わせて折ります。もう一度折ります。こちらを開いて角を尖らせてこのように折ります。反対側も同じように折ります。こちらを軽く開きます。こちらを引き出します。こちらの辺を、少しずらして内側に折ります。こちらを戻します。
裏返してこちらを中で内側に折ります。こちらの角を後ろ側に折ります。こちらに顔を描きます。こちらで完成です。このように飛ばせます。